ここは深夜12時半を回りましたネオジャポニズムの滝沢ひなのと朝倉愛ですそして学転速の岡田修一ですここからの30分は戦うがコンセプトのアイドルグループネオジャポニズムのメンバーがラジオで様々なことにチャレンジするネオジャポのファイトフォーザレディオのお時間ですさあ本日7月30日はプロレス記念日でございます <laughs> <ー>1953年ですかもう70年前、えー ね、力道山が中心となって、ね、日本プロレス協会が結成されたことにちなんでるということで、うん、まあなんかねネオジャポーさんはこの間まあ結構前ですかもう、うんはい、でもねプロレスラーの、うん、カンド取しのぶさんと、はいね、YouTube ラジオ共演してますけれども、はい、プロレスその後たたりしましまその後って言うよりかはあの初めて見た時の記憶がすごすぎてずっと覚えてるやつがあって。うん、おプロレスのそう、うん 小さい頃にお父さんに初めて連れてってもらったんですよプロレスにそしたらなんかいろんな人が入場してくるじゃないですかなんか向こうから全身黄色のマントついた人が「なおかおよよよよ」って出てきてでなんかカレーマンみたいな感じの名前のプロレスラーでであの一人ずつ椅子があるんですけどその座席の前を通っていくんですよおよおよよよよよよ」って言いながら怖すぎて大号泣した思い出はあります。 怖いよなめっちゃ怖い意味わからんもんな意味わからなくてうん、意味わからん人は怖いよそんなにこれと思ってだからそっから行けてなかったんですけどちょっとまたあのちょっといいご縁があったんでこれ聞かれるまた変わっていってますからねプロレスも進化してますから朝倉さんはえ私あの YouTube にそのコラボさせていただいた時に載せて YouTube だよねそう載せていただいたやつを結構いっぱい見ててなんかみんなが投げられてるところがめっちゃおもろいよな面白いから いやそうね進化してますからねプロレスは私はもう小学校からずっと格闘技見てきましたからプロレスだいぶ好きですよそうななんでですすかかえじじゃゃ激アツコラボいこれそうよ俺カンリーさんめっちゃテンション上がってたもんだから「カン神リしのぶだ!」ってなってたもんもうプロ意識を保たないと「うわカ神取しのぶや!」って言いそうになるもんやばただのファンになるそそうう そう呼び捨てしてたわけやから客席でカンドリーガチ行けマジでまいやんカンドリ行けって言ってたぐらいやからね行けちゃんとカンドリさんって言わなあかんからね、うん、確かに仕事上ではねそうそうそう,うん、うん、あったけどねほんま強いからねカンドリさんは<ー>まあプロレスはそうねまあまあ要は喧嘩しましたよプロレスについても昔はえぇ、ー、やっぱりその いやんなやらせやんとかいう人もおんのよあでもなんかそう見えたりする時あるかもなんかまあ確かになんやろなんかまあ台本というわけじゃないけどまあ極論避けようと思ったら避けれるような技が多いわけよそうですよねんか受けに行ってますよねそうそこがプロレスの美学なのよ。その受けるのよそれを受けるだからうそうそうそう相手の技を受ける受けそうそていうその上で。 自分の技も繰り出して勝つといういやもちろんそうよける技術もすごいでいろんなことあんねんけどまあ言うたら例えばマットでね自分が倒れて寝てると100キロ超えるやつがなコーナーポストあるやんそこに登ってジャンプしてこうボディアタックみたいなのをしてこようとしてるのがわかるやん。 それを避けない,っていうのがすごくそう今から1 0 0が俺に飛んでくんのかんってその覚悟ですよ。あ覚悟なんや。それでも受け切った後勝つという,すごいうそれぐらいの練習はしてきた俺はとあ<ー>自信とねううこ,とこれがねあの命のきらめきがねプロレスの素晴らしいところですから。あだってなんか ガって押さえてそのままブリッジして首ごとボン行くときないですかなんかあるよありますよねあるよあれも自分からも受けに行ってるってことですよねそういうことよやばないちょっと受け身一つ間違えたら死ぬからね本当に確かにそうやれんけどちゃんと受け身も練習もちゃんとやっぱ基礎なのよね結局派手な技だけにこう目が行くけどそれ盛り上がるし派手な技の方がただそれを受けて立ち上がる選手ですよへえなんか味方変わるかも今の話聞いたらそうなんですよだからもう 受けすぎやってと思って心配になる時あるもん。まあ、そんなに受けた、受けすぎ受けすぎって。<laughs> いける？って。さすがにさすがに。さすがに受けすぎマザって。<laughs> うん、そうでもそれ受けて勝つ選手がやっぱロマンあってかっこいいよね。うーん。うーん。ぜひねそういう目線でこれですもね見ていただきたいと思います。さあというわけで今夜も最後までお付き合いください。はい今夜の一曲目は私滝沢ひなの,の選曲です。 えー、クーラーが直ったんですけれども、うんえー、クーラーを直して風が吹いてきた瞬間にこの曲が流れてきました<ー>ミセスグリーンアップルで青と夏クーラーソングクーラーソング <laughs> か <laughs> だからツイートした歌詞交じ交える <laughs>、うん、<laughs> え、都市伝説何気になりすぎやろ <laughs> クリーンゲサモトにいるだいぶ行きたくない気まわりの黄色 <laughs> 何なの<ん> <laughs> この辺のバンドになった瞬間にもうマジでおじさんになったら誰かわからなくなるあクナントです ちげーだろ今, <laughs> 違う今違う名前言うとん <laughs> マジでそこまでしかわからな <laughs> バックナンバーだけ理解でる、うん、<laughs> はいインターフエムネオジャポのファイトフォーザレディオネオジャポニズムの滝沢ひなろと朝倉愛と抜千足の奥田がお届けしますなんで煽ってきてる <laughs> 元気じゃねえ何 <laughs> こいつ <laughs> さてリスナーさんからクレーンゲームに関する質問が届いてますんで吉本ちのクレーンゲームーでもある私がお答えしようということになっておりますえラジオネームエビマヨさん奥田さんに質問ですピンポイントできたねクレーンゲームの三本詰めで一回目は取れそうなところまで寄ってくるのですが二回目は全然寄ってこないことがよくあるのですがこれは何回もさせようとする仕掛けなんですかねぜひ教えてください確かになるほどねま基本的に はそうです。ええー、悪いな。何回もさせようとする仕掛けというよりは、基本的には何回かしないと取れないようになってるんですよ。あ,あれは。確かに。確率法。うんとね、技術,と技術もあるし、ええー。運が良けりゃっていう一発もあるけどね。奇跡。たまにあるような奇跡。うん、そう。いやにけどやっぱそのこうやったら、うん、それは遠いところにあるより近いところにある方が取れやすいわけで。うんうん。うん ね、獲得が落とす穴に近い方がだからより落とす落ちる確率が高い方に何百円かかけてもう最初はもう何なんか4%ぐらいしかないわけよ、うんうん、一撃で取れる<が>あの取れる確率なんて、うん、でも何百円かかけてその景品の向きとか、うんうん、獲得地に近づける作業とかをしていくと 4やってたのが 50%60% ぐらいまでこう確率が上がるわけよ。うん、でそこぐらいまで行ってようやく取りにいくって感じかな。いやーね、そ,それでも100%ではないから、うん、60%やもういいやんって思ってるところで行ったら4に戻る時あるけどね。<laughs> バインバインって跳ねて。めっちゃわわかるよな、それう,ん、うわーってなるよ。それうん、声出そうなの一人でも。<laughs> ってなるけど。<laughs> <laughs> まあねこれまあ基本的にないとはおっしゃんねんけど、うん、ゲームセンター側の方は確率っていうのはこれはあるわ絶対ありますよねさすがでうん,うん握力はねそうねだからその握力を超えた先の取り方っていうのをね、うん、技術を技術を身につけるのが一番いいんじゃないですかうん、はい、やばでももうすでに寄ってる来るのですかって寄せてるっていう作業してるからもう 一発で取れるものではないということはこのエビマヤさんある程度理解されてる感じはするけどね確かにうん。形変えて形変えてっていうねファイトですはい。お二人しますかクレーンゲームでもアイちゃんとあとメンバーの福田美優がめっちゃハマっとった意味でいやもう金無限やろあれハマってもうたらうそなんかしかもなんか特に欲しくないやつやったとしてもちょっと取りたくなってしうそうなっちゃうそうなっちゃうね 病気なよ中毒です私はもう中毒ですから今きとるい完全にずっともうそうねだから欲しいのを奥田さんに言えばモネから取ってきてくれるかもしれないそうねまたうん好きなキャラとか言っといてくれたらその俺にやる理由が欲しいだけやからその言ってたしな支払いやろかみたいな気持ちになりただけやからクリーミゲームがただやりたいほんまはただやりただけそうなんですよ ぜひね、はい、依頼してくださいまたはいはい、はい、じゃあ続いてのメール行きましょうか、えー、ラジオネームきなこさんお、えー、ひなのちゃんあいちゃんそしてチャンピオン福田さんこんばんはこんばんははい先日渋谷タワレコでのリリイベ最終日に参戦させてもらいました<ー>ずっと曲がいいなと思っていたネオジャポですがあ東北済みのためになかなかライブに行けなくてでも先月から関東の端っこに転勤したので、うん、ようやく生でネオジャポを見ることができました。 ひなのちゃんのパワフルな歌声や観客への煽り、愛ちゃんのステージ上でのかっこいい姿などネオジャポンのファライブが見れて最高に楽しい時間でした特典<ー>、えー、会では愛ちゃんがめっちゃ可愛くて幸せな時間を過ごすことができました30分では全然足りなかったので <laughs> また今度機会あればぜひライブに行きたいと思いますこれからもかっこいい楽曲とパフォーマンスをファンのみんなに届けてください<ー>、えー、ありがとうございます,あいま,すまあ夏はね、いろいろ多いですよね、うん、ライブは 本当になんか楽しみにしたやつありますかえもうやばくて、うん、なんか夏が始まってから結構野外フェスとかがう多いんですけど出ることも増えたよね。ほんまにそうめっちゃ楽しいんですよねもう野外ライブの夏がやばすぎて、うん、ただなんかあの本当に暑いんで、うん、あの熱中症とか超気をつけないといけないんですけど確かにでもなんか野外ライブって本当にあのリ,ードはるはリード外された犬の気持ちぐらいマジもうなんか開放的<ー>、うん、で本当に楽しい。 出たいってうもうすぐやってなるもうすぐやってなるんだよいいですね、うん、どうですか朝倉さんはええー、もう一緒です一緒、うん、じゃ特典会でなんかこう初めて行く人とかもいると思うんやけど、うん、あーはいどういう風に接したらこちらは嬉しいよとかある嬉しい、うん、自分めっちゃ普通です多分どういうことあのー、なんか普通に会話します おお、あ、そうなのね。嬉しいなって。うん。あ、すごい偉いね。うん。え、そう。偉いんじゃない多分。え、本当に塗りですか？うん、分からんけどなんか照れて喋られへん人もいそうやん。え、いますか？ああ。まあでもそうかアイドルの特典かってお金発生してるもんな。あやっぱプロ意識でいるよな。いや、てかなんか向こう側が照れてきて。ああ、まあね。来てくれて。そっちはあれやろね。うん。だから逆になんか可愛くてめっちゃ喋ってしまうな。ああ、なるほど。 い特典会やばすよどんなの一回ちょっと体験しようと思って超前に「愛ちゃんのじゃあ典会階並ぶね」っつって特典会終わった後にこうやってたんすよ。目の前来たら「いるっていつも」一応あここその時なんかフェイスシールドみたいなアクリル板があってね。でその前に立った時になんかめっちゃちっちゃくて見上げてくるんすよ。で何このハムスターみたいなのと思ってめっちゃ可愛かった。 えー、だからこの人がそうやって言うのもすごくきなこさんがめっちゃ可愛かったっていうのはマジでわかる、うん、なるほどこれ結構行ったらわかるかもなんかガチハムスターが目の前おるって感じいやねんてなんビビるハムスターですなるほどどういうリアクションやん <laughs> 照れてんのか怒ってんのかどういうリアクションやんかおちハムスターです <laughs> どっちなん まあ、ちっちゃいもんね。ダントツで。いや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 。メンバーの中。ぎりちっちゃいぐらい。ギリまあ、ちっちゃいって言った、らこの子かなあぐらい。いや、ダントツでちっちゃい。そう、本当ですか。マジ?。え、結構最近もみんな一緒ぐらいやなと思いながら。いや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 、ダントツ。ちょっとね。めっちゃちっちゃい。ででも、意外とさやかちゃんと慎重に。ほら、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 意外と。 意外とやろ。そう、意外と。だから、それは見え方やもん。見え方はもう断ントツ一人。ちっちゃい。なんか、あ、まじ、最近一緒ぐらいになってきたなあと思ってたのに。全然全然違うんだ。それ、ちょっと感じ取ったのも、おもろいね、なんか一緒ぐらい。写真むしろ、むしろ際立って。むしろ際立って、ちっちゃい。マジか。うん。マジか。いいじゃないですか。その、ね、個性なんですか。うん。可愛い、言うてくれらんねんから。素敵。本当に。はい。さあ、というわけでね、メッセージ。ありがとうございました。ありがとうございました。 それでは、ここで一曲お届けします。竹澤が選択させていただきました。マイファーストストーリーハイドで無限。うわ、産屋敷が見えたわ、今。振り向いてたわ。<laughs> え、あと、これ、歌ってる時のこの二人、もう、めちゃ、なんか、み、見ました、なんか。らい、テレビかな。うん。 なんかこうやってなんか押さえる場所でなんか意味あったみたいななんか歌うへぇなんか向かい合って歌ってそう向かい合ってでなんかどっちかがどっちかの役をやりながらこう押さえて押さえてみたいなやると時があった木物寺とそうロ屋敷やってんのやったらしいんってことはなんかハイドの方が木物寺っぽいな確かにねうん、ずっと歳とらへんしうん、ほんまにマジで変わってないですよねしかもまたなんかバズってますよねなんかかっこいいみたいなあ、そうなんやうん、回ってきたなんか 五十歳を超えてるもんな、<え>ハイドって。ガチ、見んくない？うん、え、そうなんよ。うん、魔法かかってる魔法が。イケおじとかのラインにいないよね。でおじじゃないもんね <laughs>。あ、大丈夫です。ありがとうございます。はい。インターフェムネオジャポのファイトフォーザレディオネオジャモ ニュージャポニズムの滝沢日菜乃と朝倉愛とそして学天足の奥田がお届けしておりますさあここからは真夏の夜にふさわしいこんな企画をお届けしたいと思いますい題して学天足奥田プレゼンツちょっと怖い都市伝説やったー、うん、曲曲後ろの曲 <laughs> <ー> <laughs> めっちゃエクスファイルね <laughs> 夏の風物詩といえば肝試しや怪談話えそこで今夜は 少しヒヤッとするような都市伝説エピソードを都市伝説ストーリーテラーでもあるまあそうですね <laughs> 学年生小札がお届けしたいと思いますけれども、うん、まあねまあ都市伝説わかれば怖いが多いけどだからあんまり階段らしい階段っていうのもね<ー>ないっちゃないんですけどまああるっちゃあるんですけど <laughs> なんですか <laughs> でも木例えば何やろうねこれはうわ危な怖っ っていう話やけど、うん、この曲あるじゃないですか、はい、これ、X「XFILE」っていうアメリカのドラマで使われてた曲なんだよ、うん、なよんかこうアメリカの FBI みたいなところと NASA みたいなところがなんか宇宙人とかの事件を解決していくみたいな、うん、なんかこうまさに都市伝説っぽいなんかドラマやったのね。だからもう、まあ、ある種フィクションやんすごい、うん、嘘っぽい感じの。 ああまあ、冗談半分でみんながちょうどいいみたいな感じやねんけどこれその一回そのやりすぎ都市伝説自体があのまあいろんな人の名前出すやん。でその超アメリカの、まあ、大富豪、ね、コンピューター系のいろんな人いるやんか、うんまあ、その人が「実は裏でどうこう」とか「下手したら宇宙人で」みたいなとかいろんなことをこう言ってる。 言ってたわほんならそれがそのご本人の耳に入ってあのもう何億ドル級の裁判を起こされそうになって<え>なんかあ何やってくれてんねんみたいなや,っぱやれんけどか、まあ、からへんやんどういういテレビかでその映像をそういうこと言ってる奴がおるっつって裁判しようかなと思ってんけどこの X ファイルの音使っててあ 冗談でやってるっていうことね。じゃあいいわ、じゃあいいわってだってこの <laughs> この音を使ってなかったらとんってもない裁判になってて,んってあぶね。アップネーこういうあぶねネーもありますよね。ネマジン怖うーんいやまあ怖い系ね。めっちゃおもろいやちゃんとなんでそんな知ってるん？うん見ながら喋りましょうかねじゃあすごいまあまあね。<laughs> え、それはどこから情報を仕入れるんですかまあ、確かな筋からとしか言いようがないですね <laughs> それはもう確かな筋としか確かな筋言いようがないですけれどもじゃあ、まあまあまあじゃあ、あなたの身の回りにも起こるかもしれないよというでも、これ昔結構有名やってんけど多分お二人知らんと思うのよへーうんもう十何年以上前に一回こう、世の中に流行ったやつやから ま、知ってたらあれねんけど、うん、ま、知ってたら知ってたらでその後と奥田細く入りますんで <laughs> じゃあそういうあなたの身の回りに起こるかもしれないというじゃあ都市伝説いきますね。はい、はい、まあ、とある女優さんがまあ仕事の帰り道にねその自分のマンションからこう不審な黒い服着た男の人が飛び出してくるのとすれ違ってんてバッて。 うん、で、まあ、普通に「誰やろ?」と思いながら家入るやんか。ならえー、で普通に寝るやん。で次の日起きたらその住んでるマンションでこう殺人事件があったと、うんうん、分かんのよ。なら「あれ?」ってでその日に、まあ、制服着た警官が来てなんか「不審な人見ませんでしたか?」みたいなってなって。 もーっと思ってなんか「いや特に」みたいな感じで「あそうですか」と。だからまあ今もうそういう事件があったからこの辺り警戒してるんで、まあ、何かあればあのいつでも今僕たち毎日こう巡回してるんでまた聞きに来ますんで、うん、何か思い出したことがあったら教えてくださいみたいな。自分ちの 近所でそんな殺人事件があったとかでショックでってなってたけど次の日も来はっていや特に何もみたいなまた次の日も来はって特に何もぐらいで思ってた時にあれそういえばってなんねんすれ違ったなと思ってあれそうかもってなったのよあじゃあ毎日来てはるからあの明日来はったらこれ言おうって思っててんですれ違いましたって。 で言おうかなと思って次の日迎えたらあのニュースで「その犯人が捕まりました」と。って、うん、出たから「ああよかったよかった」と思ってまあニュース見てるやんかで犯人はどこどこ在住のこの人ですみたいな感じで写真写るやんかその警官やってえーえー、ちょっと待ってーええー、<laughs> <laughs> やばないいやそんな気はしたよ。うんまあその警官はね <laughs> 偽物やったんだから自分を見たと言ったり殺そうとした。そう誰かと誰かとすれ違ってるのは覚えてるから。この人すれ違ってるから。そうだからそのマンションの中で思い出した人をこう殺そうと思って聞き込みしてて。でも女の人言わなくてよかった。そうそう全然思い出さへんかったからあれやけど。えなん家帰ってそんなことやじゃね。どうする。 自分来たらどうするめっちゃ怖いやんそんな冷静なことできるかな言っちゃいそうひなもあでもいや思い出したらでも確かにちょっと忘れそうじゃねえだって走ってすれ違っただけやろそんな人もいるからなまあそういえばっていうふうになって思い出して言おうかなと思ったらそうだったよっていうねめっちゃ怖いやんけやばでこんなことって起こりうんのかなって思って ちょっっとと調べたことがあって、自分でも、えー、ったときにうん計算をねしてみ見たのよ<え>全体的な統計学みたいなもので、うん、ならまあまあ普通に人が住んでる大きめの町屋として、うん、ならまあ一日すれ違ったなって認識するのってさ、うん 例えば渋谷の交差点で人とすれ違ったっていう感覚はないやん、はい、めっちゃ言いすぎて、うん、やから、まあ、普通に道路で前から人来たな自分が逆方向で歩いてるなってなっていちいちやってすれ違ったらあすれ違ったなって思うやん,うん、うん、別に誰とは関係なく、はい、それそういうすれ違いって認識できるのって1日10人ぐらいらしいあそうなんやうんへえ<ー>ん,んとなくすれ違ったなって思う人うんうんうん、うん 階段から向こうから降りてきたらこっちは上がってるなとか明らかにすれ違ったなって思える認識できる人が10人ぐらいいるらしいとなら1日10人とすれ違うとじゃ計算しとるやん 1>, そう1年365日でしょ、うん、でまあ7平均寿命が70年やとしてならえっ、ー、とね一章で26万人ぐらいとすれ違うことになってて うん、すごまあ一生で、ね、70年間でね、うん、もう 1, 1歳とかからも入れてるからそんなわけないねんね、うん、やけどまあそうなると。で殺人犯ってどれぐらいの割合でいるかって言ったらまあ10万人に6人ぐらいなしね<ー>やねんて。ってなった時に6人10万人に6人ってこの割合当てはめると26万人とすれ違うわけやから人間って生きてたら。 十六人ぐらいの殺人犯とすれ違ったら全滅。えー、めっちゃ怖い。<laughs> めっちゃ怖いよ。今、ね、<や><う>今日もすれ違ったかもしれない。そう。だからもうもうしたかもしらんし、今からする人かもしらんけど、生きてたら十六人ぐらいの殺人犯とはすれ違うてる計算になるから、まあないことではないんかと思って。ええー、なんか寒い。<laughs> めっちゃ怖い。<laughs> いう一番怖いかもしれないな、ね、それ。っていう。 っていう都市伝説でした。パワ、パやばい。歩き方変わるかも。どう歩くの？こんなハムスターみたいなもん。うすぐかがれてすぐ持って帰れる。でも私普段からあの電車とか待ってる時も後ろの人押した時どうしようとかめっちゃ考えますね。生まれそうやしね電車なんか。なんかこの人隣座ってる人急に。 なんか暴れて刺してきたらどうしようみたいなあーわかるそうねそういう妄想めっちゃしますいや大事じゃないでもうん自分がおかしくなった状態で歩けばいいよね自分の方がおかしくなるうんそうだから例えばうわーって襲ってきたらもうなんかウェーって言いながら縦向きじゃなくて後ろ向きに走って逃げる例えばまあまああいつはやめようってなるかもなあいつはちょっと怖いなってなる確かにねうん。 なんですって。見ちゃうことするんじゃない？んかあります知ってるやつ<え>都市伝説。怖いでしょ。ちょっと怖い怖すぎてさ。怖いじゃなくてもいいんじゃないの？うんこんな都市伝説知ってますよって。なん、えー、やろう。えー、ないな。えー、<laughs> なんかみんなが知っちゃうのしか知らんわ。 うん、えあの何、ー、やっけ何やったっけあのー、ご飯なんですけど、うん、ご飯、うん、なんか小さい頃なんか親にそのご飯をお茶碗の周り、うん、なんか粒が残るじゃないですかあれをちょっとでも残しちゃいかんよってめっちゃ言われてて、うんれね、で「嫌、えー、だ!」みたいなたぶんちっちゃい頃保育園の頃多分だんだんだうこねてたんでしょうね。で、いやそんなことしったらああれ、あのー 自分もお母さんに言われたけど、うん、あの夜、そこの窓から、あの、お百姓さんが。魂飛ばして、うん、そっからずっと覗いて、あんたのこと見ようぜって言われて。うん、<laughs> それは怖すぎて、僕が、うん、米粒一個も残さずに食べれるようになってから、もう、もう、カピカです。いいことですね。え、ちゃんと信じたんだ。信じた。めっちゃ怖くて、だから、ちょうどこのワールがあるからうちのご飯食べる。うんうん そっからずっとこうやって見逃えて覗いて。あ、うちのばあちゃんはあれやったな。麺玉潰れるでやった。やば。待って覚悟してちゃうんや。嘘すぎて。ご飯粒残したら麺玉潰れるで。ええ。怖いから信じちゃうか。全然信じる。保育園とかで信じますよね。信じる信じる。全然信じたところ。教育ですよ。私だったらもう見とけばいいやんっていう。やば。食べたらええ。食べたらええ。食べたらいいわ。食べれる量をよそったらええ。間違いないな。 ですけそうね。なんかある?。私はなんかめっちゃ可愛いのしかないですね。いいよ。あの黄色い車を三回連続で見たら夢叶うみたいな。ああ、なんか。それ都市伝説ではない。まあまあ。名神。名神。ジンクス。おまじないみたいなラインかな。それも毎日やってました。探してたん。車でまず黄色のやつ見つけたら呼んでるやつって、それまで目閉じて。で、それで、来たよって言って、目開けた、開けて。 でまた閉じて来たようで開けてで二回目行った時に最後まで重要だからよろしく頼むを当ててまた目閉じて開けた瞬間になんかちょっと開けたくなるんですよそ、うん、空赤の車見てもあ、赤見たらダメなんですよあ、そうなんやリセットそうそうそうリセットだ、えー、からめっちゃ大変ノーカウントそうです大変やなそ<う>そうめっちゃやってた、うん、やばなんかそれ目つぶっとってさ待っとる間に周り全員おらなかったら怖くねなんか自分だけ目つぶって待っとったらなんかえ いや自分も車乗ってるからあ、そういうことかあ、そういうことね街中じゃないんや外でこうやって戻る方もっとこうや車乗ってるときにむずいなうんすごなんやろなぁ都市伝説でもなんでもないわもう今思いついたただの雑学やった何ですか何ですかいや車のナンバープレートあるやんまあだいたい白地に緑の字で書かれてるやんまタクシーのナンバープレートってさ逆じゃない緑字に白で字書かれてるっていう で例えば軽自動車ってナンバー黄色やねん。えー、黄,色黄色字に黒で書かれてる。うん、でもたまに黒字に黄色で数字が書かれてるナンバープレートもあんのよ。ーんだからちょうど逆になってるやつ。これは逆の方が業務用やねん。えー、その何て言うのお仕事の車が逆の色になるのよ。うん、だから自家用車と その会社が持ってる車みたいなんで、まあ、分けてんねんけど。ってなった時に「非常口」ってあるやん「うん、こっちだよ」って書いてるやつ、うん、緑の人が書かれてるやん白地になんか緑の人がこう書かれてる非常口みたいなあるよねここにもあれの逆もあるのよ。<え>白字で じゃあそうやな緑地で白で人と扉が描かれてるっていうパターンがあんね、うん。えー、見たことないかも。は、うん、ない意外と認識してないだけであんのよ。えー、っていうか絶対にあんのよ。うん、それ何表しててるか知ってますあそこは出入り口やからあれまさに非常口やんか、うん、ここのやつね緑で人が描かれてるバージョンはここが非常口。 白で人が描かれるバージョンはここの反対側が非常口って言ってね待って待って分かんねーえぇ、ー、どういうことじゃこれこっち向きじゃなくて、うん、この後ろがうんこっちじゃないよってそういうことそうあ、出てきてるんや人がそう、でも例えばさ非常口を確認しておいた方がいいやんかうんってなった時に逆って書いてても意味わからへんやあ確かにうん <laughs> <laughs> 何かは表示しとかんとあかんやん でも文章でも書いてられへんやん、うん、あれって言葉がわからん人にもわかるように作られてるものやから<ー>ってなった時にわざわざ非常口探しに反対側まで確認してなあかんの例えばホテルで、うん、ホテルの部屋で一応非常口確認しててくださいねって言われて自分のところの扉の前に何も書かれてなかったらどこかわからへんやんかでも言うたら逆の非常口のやつがあったら ここは扉がないと、うん、でもこれの反対があるんだなって確認できになるほどだいちいちうろうろせんでいいっていう意味でなるほど、ね、逆の色でめっちゃいいねいち,ちゃんとありますよっていうのそうあるよって,えてえすっけ逆だよってやばい聞いといてよかったですね今わからなかったねひたうん。危ねあれ逆っぽいぞと思ったら反対側にあるんだなと思ってください今多分みんなめっちゃいい話聞いてます、うん みんな知らないですよ。うん、絶対知らないですよ。こういうのがね、どうでもいい雑学なんですよすいいや。いい、いい、いいだ、いい、いいだ、いいだってなる。いいだ、いいだ。めっちゃいいだ、これ <laughs> 最後非常口詳しいですね。<laughs> 非常口詳しい、まあ、そういうのも。超口詳しい。こういうルールも、大体は何かしらの事件みたいなのがあって、できるルールやから。ええ、うん。へ非常口とか、スプリンクラーっていうやつは、千九百八十二年。そこまで覚えてもいや、すご。にあった。ホテルニュージャパン、ニュージャパンの火災っていう。<laughs> 人がめちゃくちゃ死んだホテル火災があったらそうなんよそれでもう収穫者がほとんどなくなって、うん、もう中で焼け死ぬどころか暑いから外から飛び降りて死んでしまう人とかもめっちゃおった事件があったから、えー、ああいうのができんね、うん、非常口とかスプリンクラーっていうものが法律になっていくのよ、うんうん、そうだから世の中にある当たり前のやつもねいろんな犠牲になりたって できてる便利なものだったりするのでねちょっと別れてよかったです理解できてよかったもう非常口行きますよかった逃げてください何かあったらもうダッシュでこれ聞いた人みんな助かる助かっていきましょうみんなでねはいというわけで今回はちょっと怖い都市伝説をお届けしましたはいというわけで今日最後にお届けする曲ですネオジャポニズムで幸せなんだすげーうん とか死なないとルールってできないからうんだってそれが危ないで気づかへんねんもんだって確かに分からんすかそう,、うん、そうなんや、うんインターフエムネオジャポのファイトフォーザレディオエンディングのお時間ですはい <laughs> 人間が怖いうん。ちゃんと怖い話で終わったのめっちゃ面白いやばいわ <laughs> <laughs> さあじゃあネオジャポからのお知らせお願いしますはい えー、8月2日から4日はお台場で開催される世界最大級のアイドルフェス、うん、東京アイドルフェスティバルに出演させていただきますお,おめでとうございますありがとうございますたくさん出るんでしょそう3日間ねあの私たち出演させていただきますので、うん、皆さんぜひ遊びに来てくれたら嬉しいなと思いますいそしてさらに8月15日は渋谷エリアのライブハウス全9会場にてネオカッセン2024を開催いたします、うん、はい 見どころ教えてください。はい、えっとね今回のあのネオカステの見どころはあの最大規模っていうことで、うん、あの本当に前回よりもさらに多い数のライブ会場さんをお借りして、といことは出演者も多い。もうめっちゃ多くて、<ー>あのどんどんえっと今のこの収録日で言うとあの。 まだ,まだ増えていってててるまだ多分増えいいいっっすごいねそでいっぱい発表されていってるのでちょっと皆さんあのめちゃめちゃ走り回って忙しい一日になると思うんですけどすごく思い出に残る最高の日になると思うので、うん、ぜひいいえ遊びに来てくれたら嬉しいですチケット一般発売中です、うん お宅中のね、か、うん、く汗はもう爽やかですから。らそう青春感じてもらいましょう、<laughs> はい、おじさんにね。お願いします。はい、お願いします。そして、番組ではリスナーの皆さんからのメッセージを募集中。メッセージは音声プラットフォームオーディンにある。番組ホームページのメッセージホームからお願いします。 番組は聞いた感想を SNS の X でポストする時は「ハッシュタグネオジャポラジオ」「ハッシュタグカタカナでネオジャポラジオ」でお願いします。はい、さらに音声コンテンツを楽しめるアプリ「ラジオクラウド」と「オーディでは放送した音声のディレクターズカットバージョンそして収録の模様を YouTube 動画インター FM 公式チャンネルでアップいたします。そちらもぜひご覧ください。 多分いっぱい喋ってると思います。オーディも、はいうん、ね、YouTube 動画もね。<laughs> さあというわけでここまでのお相手は学年速の奥田とニュージャポニズムの滝沢ひなると浅倉エレスタン。せーの、スピリチュアルヒジョクジ。口どれ？<laughs>